はい、ついに本戦1日目やってまいりました。はい、大内落合さんです。どうしますか、今の気分はどうですか？そうですね、やっぱ心地のいい緊張感笑っとるやないかい頑張るぞ。はい、ありがとうございます。はい、太郎さん。あー、どうも。今日は暑い函館でも晴れてきましたけど、まあ、暑さにはもう東京で鍛えてきたんで。なるほど、自分の実力を出すだけです。はい、頑張るぞ。ありがとうございます。おー、お先輩諸事情諸事情です。情、はい、モカです。頑張りますありがとうございます。まずは上位トーナメント残るため予選2位に目指してやっていきます。三宮さん、三宮さん、あ、よろしくお願いします。本日予選ということですが、上位試合の様子を見てくださいVlog です。ちょっと意気込みをね、軽くお願いします。まあ、とりあえず楽しみで頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、鎌倉法人さん、やばい、一応ミニ大会やや首で優勝しますからね。それを引っ提げてウェイクがね、ちょっとこの地面がね硬いんですけど、あ、試合コード自体もっとさらっとしてるんで、もうちょっとやりやすいかなと思いますね。とまだほぐれてないか葛飾さんです、はい、どうも。今回は葛飾の力、函館に上陸ということで葛飾やったります、ね、その大会運営してるけどね、陰でね腕を磨いていることでしょう今回その力見せてくれると思います。よろしくお願いします。頑張ってください。そうです海さんが函館来ました。昨日もうついてました。はい、2日前です。あ、なるほど、ね、ここは午後から試合だと思うんですが、どうですかコンディション的には。なりさんどうですか。勝ちます。遠めの勝ち出すいただきました。緊張する。午前の試合の様子です。晴れましたね。太郎さん、予選の結果を教えてください。我々やや王中予選 A は合計12セットやりましたけれども、はい、結果は12勝0敗。12勝0敗できて、いやあ結果ですね、まあ、マジで味方強かった、うん、今日、まあ、あの次の決勝トーナメントが合計150点ゲームなんでね、あのそこがだいぶ鬼門だと思うんで、そう、気を抜かずに頑張りたいと思います、ね、はい、はい、ありがとうございます。浮かれてはダメ。いや、長かった。余裕でしょ、優勝でしょ頑張ります。誰だ、はい、ありがとうございます。動画撮ってそうじゃないですか。このパターン絶対動画撮ってるんですよね。撮ってるYouTube です。 This is Morak。 それは知ってるみんな Morak なのは知ってる。怖い。子供の頃の写真までじゃあこれグッズなんで、公式のグッズなんで。それも公式こと怖いわ。今日もミクちゃんを背中に背負って戦います。名古屋で見ててね、ミクちゃん。バイ。函館に来て初登場。はい、皆さん、GoPro の SD カード抜いたのを今日も聞いてくれました。あー、持ってないですか。
ワンチャンピング刺せば出てくるの。そう思ってサブセマーも入ってるんですけど細い針がねえって。ああ、クリップ。クリップだよ。事務所のクリップだよ。ああ、なるほど。あれはバンチャンで。はい。そんな話なんですか。あ、大会の話とか聞かないです。まさか SD カードの話する。一応聞きます。はい。いや、モルク太郎チームで出ました。昨日1位通過、ね、おすごいよく知ってますね、はい、ですね、点差でだから2通過当たったんですよ僕らと。ああ、なるほど、はい、そうなんですよ。で騎手大勢さんと僕ら当たる。ああ、そうです、ね、まあ、大阪勢ってことは大阪勢とちょっと、ね、かなり苦しい戦いを強いられました、はい、だから舘さんは僕らのグループの2位だった松田ドラゴンさんと。そうなんですよね。あ、一緒だったんですか、はい、どうですか松田ドラゴンさん。いやでも調子いいですよ。どっちも調子良かったんで、グランクルーパー。なるほど。でもあで、え、すごかったですね。10勝ぐらいですね。12-0だった。12-0。まあ、ギリギリです、内容は。そうなんですよ。内容本当に。12-0はなかなかすごいですね。ぜひね、まず3チーム戦、はい、抜けれるように。そうですね。はい、やっぱり、最初、初動大事かなと思って、やっぱり、いかに点高くて、上がんなくてもいいんで。ここ抜けれたね。だいぶ楽しいと思う。そうですね、ここが一番の山かとは思います。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。アッシーさん、レジマアッシーさんも2日目昭和公園に上陸。いや、なんとかなんとか。いやもうね、大変だったんですよ。ちょっとここ1週間で頑張って仕上げてきたなんとか勝ち上がれる。やっぱね、対戦したいですね。いや、そうですね、トーナメントの杉森の強さ見たいですね、はい、いや頑張ってください。ここ、ね、とか逆境強いんですよ、はい、そこだけ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本戦2日目、まあ、全体日程の4日目、まあ、最終日です。とか昭和公園の決勝トーナメント側に来ることができました。開始まで1時間半前の7時半で、今から練習が開始になったんですが、まあ、すでに。多くのモルック選手たちが、モルック選手準備を進めております。ガンチーム来てますね。フィンスカゼも来てます。今日僕らオーストラリアフィンスカゼと対戦するので、やっと海外勢と当たるということになります。はい、すいません。決勝トーナメントです。どうですか。的成功率 50% ぐらいです。おっとでも、ね、まあ、でも上がってきたんでね。河村亮君最高亮さん、はい、チームメイト、ね、結構ね、まあ、優勝候補っぽい感じあると思うんで、まあ、今日はね、頑張ってください。あ、ブラビアさん、無事昭和公園に来れました。絵面がうるさいです。頑張るぞ。左まだ来てません。大変です。大変です。さっき高専のバスに乗ったかもしれません。本さんと落ちさん、なんか歩いてるの見たよ。あ、来た、ここで。いや、なんかその辺。あ、その辺。あ、ありがとうございます。バジリスクを倒して一通過。そう、そこがあるやん。大変やな。楽しかったです。ぜひぜひ頑張ってください。本戦も頑張ります。はい、はい、ありがとうございます。ショートナイトなんで頑張ってください。ありがとうございます。松也さんです。昨日は無敵的な予選を。いやもうね、もうここに来ちゃいさえすればね、あとはもうみんな条件同じなんで、はい、ぜひやっちゃってください。ありがとうございます。あ、いつも見てます、モルクカレンダーです。水工業モルクです。水工業モルクカレンダーです。負けました。負けても行きます。下からの青いも行きますよ。よいしょ、ありがとうございます。箱立てたありがとうございます。
ありがとうございます。あ、世界スティングか。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？いやー、もう惜しくない。2回戦。1回戦でした。あ、僕らも1回戦です。マジで、もうちょっと苦しいしないかな。苦しい戦いですね。やっぱね、ここら辺はどんどん削られていきますからね。いやー、もう失礼しました。次は、はい、次は私の上に上がって、はい、ありがとうございます。あー、やりましたよ。ベスト32、これで32ましたよ。もう32ですね。やばいよ。もう600何十いた中で我々が32ですね。やばいよ。次も番茶を行くと、次もまだ2先っぽいよね。そうですね、しばらく2先。まだ2先だね。こういこう。まあまあやっていきますよ。盛り上げて。杉森魂。全国の杉森ファンが見守ってますから。頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあ、あんだけね、大口叩いてたけど、ベスト192。はい。ねえ。ボイマーは残ってるらしいですよ。さっき来ました。うん、ここもストラップス入って、はい、やってけるんですか？あ、全然やってきますよ。全然います。まあまあ本人はそう言うだろうけどね。周りがどう思ってるかっていうのは。どうですか？強かったんですもん。ねえ。いやー、まあでもちょっと。はい、ベスト30に結構みんな普段練習してるチームが、まあ、たとえ悔しい、まあ次ですね、はい、いつでも優勝できるような位置にはいると思うんで頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。よ、頑張ります。ちょっと杉並エンジョイボルック杉並エンジョイボルック杉並エンジョイボルックおー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 杉並エンジョイボルック杉並エンジョイボルック杉並エンジョイボルックおー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 絶対勝ちますね。ギリません。急に自信持ち。はい、こちらベスト32から勝てば16の試合ですね。オセオルッカーさん、佐賀県結構盛り上がってるらしいんで、お、同期来たお、横浜市立大学のサークルの大学生と、北川もらった栃木の大学で、89歳のおじいちゃんもいるという、年齢差が最大のチームですね。ここがベスト30に上がってきています。配信試合で、後ほどお届けできると思います。田村明さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ストロークまで行って、いやもうどんどん躍進してますね。大会出るたびに上がってると思うんで、ここからマジで期待じゃないですか。頑張ります。練習を、皆さん今のうちですよ。わしが育てた死体ならもうラストチャンスです。楽しみ、皆さんね、見逃さずにチェックしてください。サムラーメンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。